こんにちは松原美里です新人さんのための保育ステップアップコース今回は8回目になりますテーマは保育園の中でお仕事しているといろいろ子供に関する書類を書くことがあるのではないかなと思うんですがその書類一つ一つ書き方が違うんですよね書き方で悩んでしまう方割と実は多いんですその書き分け方 どんなコツがあるのかというところを今日は一緒に考えながらお話をしていきたいと思っています。どうぞお楽しみに